やて？ええ、あの、ああ、
それじゃあ、はい。うん？うん？はい。うん。それじゃあ、趣味の話ですか？私の趣味の話をすればいいですよね。ああ趣味ですよね。何かあったかな。趣味。ん？はい。私無趣味でした。おいおい。だって私本当に無趣味で、あ、趣味とい、うん、今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。なるほどな。さんでも人を褒めることがあるんですね。ん？そうですか？私、真島さんに褒められたことなんてほとんどないですけど。うん。あ、私が褒められるべき人間じゃないって言いたいんですか？真島さん、本当一言多いですよね。うん。そうなんですよね。なんか私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや。でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ、褒める？顔とか。ああ。今、私真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してませんね。ちょい待てよ。あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、すいません。何言ってるんですか？私だ。よくお年寄りに好かれたりしますよ。ほう。あ、確かに私おじいちゃん子なので、お年寄りのお客さんと話してる方が自然に喋れる気がしてたんですよね。おいおい。
せん。ありがとうございます。それじゃあ、若いお客さんも多少は回してほしい。苦手なこと、もう、そうですね、真面目。それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。そうですね、真島さんとは私普通に話せますね。それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。なんやと。すいません。疲れ。